GB のラジオ、略して GB よ。はい、始まりました。 GB のラジオ、略して GB よ。今日も少しの間ですけれども、 GB にお付き合いください。よろしくお願いします。今日は、4月の19日の水曜日でございます。今日も配信する日間違ってません。偉いですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。もう気づいたら4月ももう後半戦ね。えもう5月がすぐそこですよね。花粉症がひどい人は、まあ5月ぐらいで一旦一段落するんだよね。僕はね、ちょっと花粉症収まってきてる感じがしますけど、みんなはどうですか。まだ鼻水、目かゆかゆ、喉かゆかゆな感じですかね。そういう人はね、あともう少し、もうちょっとの辛抱なので、一緒に乗り切りましょう。乗り切って素敵な夏を迎えましょう。夏に、あー待って、梅雨があんのか。まあ梅雨も乗り切って素敵な夏を迎えましょう。うん。そして今日20日なんで、もうちょっとしたら新曲の情報解禁があるんじゃないかなと思っているので、そちらの方もちょっとみんな首を長くして待っていただけ、待っていただけたらなと思っています。日本語難しいね、うん。あとね、みんなが、気になってやまない、そして僕も気になってやまない GB のライブなんですけれども、こちらも近々みんなにいいお知らせができると思うので、もうしばしお待ちくださいませ。そして今日のジビオのトークテーマは、初めて買った CD、 買った曲教えてちょうだいでございます。これね、迷ったんだよね。人によってはさ、まあ、年代によってはもう CD を買うというスタイルじゃない人も多いでしょ。もう今なんてさ、まあ、ちょっと前だったらダウンロードだけど、もう今なんてストリーミングだよね。だからこう音楽をこう買うというよりは、まあ音楽を聴くになってしまっているから、ちょっとなかなか難しかったりするのかなと思ったんだけど、まあでもね、解釈の仕方はいろいろあるからね。初めてこう、あ、この曲いいな、聴きたいなと思ってストリーミングに登録するも、まあ音楽を買うになるし、まあダウンロードもそうだし、まあ CD ね、 CD もそうなので、だからみんなの初めて買った曲、買った CD を知りたいなと思って、なかなかジビオではね、こう音楽的なテーマの回って今回が初めてなんじゃないかな、多分ね、初めてなんですけれども、ちょっと知りたいなと思ってこのテーマにしました。前ね、あのテーマ募集した時もこういうのやってくださいっていうのあった気もしなくもないんだよな。そうでね、たくさんメッセージももらえたので、みんなのメッセージを紹介するのも楽しみだし、僕も CD 世代なので、初めて買った CD を、初めて買った曲をみんなに紹介できたらいいなと思っています。その前に、一曲聴いていただきたいんですけれども、この曲は GB にとって最初の曲でございます。聴いてください。 GB でHome.